こんにちは、ヤースです。今日はですね、男性更年期になりましたっていう、その話ちょっとさせてもらいます。で、もう今年やっぱこう健康問題がもう爆増というか噴出しまくりで、まあ年明け早々からこう自家洗浄が発覚で、全身麻酔で手術入院で、その後体調良くないですよ。で、最近結構こううつ系の話をメインでいろいろとしているところだし、まあ、実際その抗うつ剤とか、あとはカウンセリングも受けてますよって話をしてきたと思います。で、そんな中、うつ病は脳の機能障害なんで、これも一応こう身体的な病気というか、まあ、メルファンクションなんだけど、まあ、それとはまた別にこういろいろこう多角的に治療の方はしたいなと思っていて、こう同時にいろいろな問題をこう調べてきました。例えばこううつ症状を引き起こしやすいものとしては、まあ、甲状腺の異常だったりとか、あとはこう無呼吸症候群になっている人もうつっぽい症状を出すし、まあ、あとはこう男性更年期と呼ばれるもの。いや、男性更年期何なのかっていうと、男性ホルモン、要するにテストステロンのレベルがもう基準値を大幅にガクーンと下がっちゃって、体に必要な量のこう男性ホルモンを体が作らなくなっちゃって、もう本当にうつつと同じ症状というか、まあ、うつになっちゃいますよ。まあ、それ以外にもいろいろ症状は出るんだけれど、まあ、これ3つの、検査も同時にやってました。まあ、だからこう今年むちゃむちゃいっぱい血を抜いて検査したんだけど、で、まあ、無呼吸症候群も問題なかったです、甲状腺も問題なかったですよっていう中で、男性更年期に関しては、まあ、ものの見事に引っかかり、しかも、テストステロンのレベルが基準値の必要な値のたった 30% しかないですよっていう、こうお医者さんもすごいびっくりな結果になっちゃって、で、まあ、その場ですぐに、ホルモン補充療法を始めましょうということで、男性ホルモンを注射で打つっていうこと、まあ、そのトリートメントの方も現在始めてます。で、まあ、これはうつの治療と同時並行でやってるんだけれども、で、まさか自分がうつになるとも思ってなかったけれど、自分が更年期障害ですよっていうのも信じられなかったけど、まあ、目の前に、これがあなたの、現在の男性ホルモンのレベルですよと、で、これが本来あるべき数値ですよ、もうむちゃむちゃ低いでしょうって先生に見せられて、で、先生もすごく心配してくれたし、あとはやっぱりこれが理由でもしかしたら、もううつ病を発症している可能性もだいぶ高いから、まあ、きっちり治していきましょうということで、2週間に1回、ホルモン、まあ、男性ホルモンを注射で体に入れて、まあ、どうなるのかなっていうものを始めました。で、まあ、思い起こしてみれば、こう、なんだろうな、難しいんだよね。その結局今年、自家洗浄用の問題が発覚してから、もうすごいバタバタしてたし、手術とか入院もして体力が落ちてる中で、自分の、まあ、メンタルの状況とか、まあ、例えばこう活力とか性欲とか、あと自分の心が感じる、まあ、感情とか、起伏だとかっていうものがこう自分の中で正常なのか、それとも正常でないのかっていう判断はやっぱりできなかったんだよね。ただやっぱ体は正直で、その今回その、まあ、血液検査でテストステロンのレベルがものすごく低すぎて、もう男性更年期ですって分かったのは、結果的に良かったと思ってます。まあこう、まあ、脳の機能障害っていう、まあ、うつ病も発症しているし、まあ、テストステロンの値が低いですよっていう状況もあるし、でおそらくその両方をきっちりこう、まあ、トリートメントというか治療をすることによって、こうある意味こうなんだ、抗うつ剤とカウンセリングでこう治療プラスアルファもう一個できることが増えました。なのでもしかしたら寛解する確率が上がるかもしれないよねっていうのがこの僕の捉え方です。で、まあ
これに関してはおいおい、今こんな形で治療していてこういう変化が出ましたよとかっていうのは別の、まあ、動画で撮りたいなとは思うんですが、ちょっと今年は本当にガチで健康問題続出しております。で、もしこの動画見ている、まあ、男性の方で、まあその最近パワーが出ないなとか、最近気分が塞ぎ込んでるなとか、ホットフラッシュだからもうなんか水溶に汗をかくとか、なんか体に熱が溜まってるように感じるとか、まああとはもう単純に性欲とか、まあちょっとこの言葉を YouTube で言ってるのかわかんないけど、その勃起をするとかしないとかっていうのはやっぱ結構健康のバラメーターになるので、早い段階でちょっと気になるんだったら、なんかもしかしたら精神科とか診療科はハードルが高いだろうけど、この男性更年期症候群に関しては泌尿器科に行ってちょっとこういうことなんで検査したいですって言えば、もう血抜いて1週間後に検査結果が出るっていう、そういうものなので、ちょっとマジでおすすめします。意外なところにその現在自分が感じている健康問題とか、なんかちょっと変だなっていうふうに感じてる、まあ問題に対する解決の糸口になるかもしれないので、まあなのでちょっとね最近こんな動画ばっかなんですが、まあ僕は粛々と治療をしてきますし、なんか皆さんの方でもなんかちょっと不安だなとか、なんかちょっとおかしいんだよね調子がっていうのがあったら、まずは病院に行って検査をしてみてください。まあそんな感じかな。じゃあね。